私は石田智子、29歳、独身の OL です。今日は定時で帰れるな。ねえ、ともちゃん。そっち終わったら手伝って。ん？え、またなの？だって、明日までだし、私一人じゃ無理。彼女は同期の黒川桃香。入社以来の付き合いですが、彼女が苦手でした。もう、仕方ないな。新人研修で同じ班になり、同じ部署に配属され。石田さんと同じ部署でよかったです。ご迷惑かけることもあると思いますが、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。石田さん何月生まれですか？え？ 4 月です。私、3月なんです。石田さん、お姉ちゃんですね。え？石田さん、研修の時もしっかりしてて、すごいなーって思いました。頼れるお姉ちゃんができて嬉しいです。仲良くしてくださいね。ともちゃんって呼んでいい？ええ。彼女は私を姉扱いし頼ってきて。ともちゃん、これ教えて。これはこう。ここはグラフにした方が。私苦手。ともちゃんやって。自分でやらないと覚えないわよ。だって、無理。仕事を教えたり手伝ったりしましたが。黒川さん、この前の資料、工夫もあってよくできてたよ。頑張ってるね。ありがとうございます。彼女だけ評価されることもたびたびでした。ほとんど私がやったのに。その上何かにつけ一緒に従り。ともちゃん、ランチ行こう。今日はお弁当持ってきたから。先に行ってよ。いつも一緒にランチしてるのに。買いに行くから付き合って。ねえ、私、ともちゃんのお弁当食べたいな。ん？私のと半分交換しよう。ともちゃんの食べたいもの買うからいいでしょ？ね？ともちゃん選んでいいよ。うん。私のものを欲しがり。ともちゃんのスマホケースいいね。私も欲しいな。どこで買ったの？ん？これバンドのライブ会場限定グッズでもう売ってないの。いいな。私もライブ行きたい。今度連れてってね。CD とか DVD 持ってるよね。貸してね。ともちゃん、おはよう。見て、スマホケース。ネットで探して見つけたの。これも買っちゃった。ともちゃんと色違い。ともちゃんが持ってるのいいなーって思ってたの。真似をするのです。黒川さんたち仲いいよね。いつも一緒にいるし。仲良し姉妹みたいでしょ？周りからは仲がいいと思われていましたが、自分が好きなものを真似されるのは嫌でした。ねえ、お揃いとかやめてくれない？ん？悪いけど真似されるの好きじゃないの。お揃いって仲良しって感じでいいでしょ？ともちゃんのことお姉ちゃんだと思ってるし、お姉ちゃんのものって憧れたり欲しくなっちゃったりするでしょ？そのお姉ちゃんっていうのもやめてくれない？なんで？いいでしょ？やめてほしいと言っても伝わらず、その後もいろいろ真似され、仕事を手伝わされてきました。その講習受けるの？私も参加する。これ買っちゃった。いいなぁ、私も欲しい。いいなぁ、それ私も食べたい。ともちゃん、手伝って。距離を取りたくても、同じ部署にいては難しいし、仕事のことは放ってもおけない。ストレスがたまる。ともちゃん、いつもありがとう。おかげで終わったわ。帰り食事してこいよ。ごめんね、節約したいから、これからは外食は控えようと思うの。桃香は実家暮らしだけど、私はアパートで家賃とかいろいろかかるし、そろそろ将来のために貯金もしたいの。節約も嘘じゃないけど、プライベートではできるだけ付き合いたくない。じゃあね。幸い家の方向が違うから、会社を出れば離れられる。今日はジムに行けると思ったのに。最近アパートの近くのスポーツジムに入会し、定時帰りや休日に通っていました。仕方ない、休日に行くか。真似されたくないので、彼女には内緒。彼女のいないところで体を動かすのは、いいストレス解消でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。あの、ん？石田さんですよね。え？あ、中野さん？こんにちは。彼は中野優太、31歳、2ヶ月ほど前転職してきた人です。石田さんもここの会員だったんですね。最近入ったばかりなんです。僕もです。転職前は別のジムに行ってたんですけど、こっちの方が通いやすくて変えたんです。あの、それファンクラブの更新特典ですよね。え？僕も会員なんです。え？近くにファンがいるなんて嬉しいな。私もです。ライブツアーとそのチケットの先行予約発表されましたね。楽しみですね。新しいアルバムいいですよね。先行でもチケなかなか当たらないですよね。複数申し込みの方が当たりやすいみたいですよね。同行者と協力して申し込む人も多いけど、僕いつもぼっち参戦なんですよ。私もです。黒川さんとは行かないんですか？いつも一緒にいて随分仲良さそうですけど。行きたいと言われたことはあるけど、そんなに興味ないみたいで。私は本当のファンと行きたいから。彼女とは同期で仲良くはしてるけど、社外では距離を置きたいんです。何かと頼られたり真似されたりすることが多くて、少し疲れるところがあって。あ、すみません、変な愚痴言っちゃって。いや、わかります。確かに甘えているというか、人頼みな感じの人ですよね。石田さんしょっちゅう仕事手伝わされてますし。あ、石田さんにべったりって感じだし、近すぎる付き合いはストレスたまりますよ。あの、よかったらライブチケットを同行者申し込みで一緒に行きませんか？ライブでストレス発散しましょう。あ、はい、私でよければぜひ。彼は話も合い、感じのいい人で、ジムで会うたびに話すようになり、好きになっていきました。アルバムのあの曲が、あの映画良かったですよ。私も見ました、新曲が。とりあえず福岡の 2days 確保できましたね。あとは2時と一般とチケトレですね。ちょっと先だけど年末だし、ホテル予約した方がいいですよね。よかったら飛行機やホテル一緒にしませんか？僕が予約しますよ。え？同行者がいると移動中やライブの前後も楽しめていいですよね。ますますライブが楽しみになりますね。そうですね。それじゃあお願いします。じゃあまた連絡します。年末ずっと一緒、まるで付き合ってるみたい。私嫌われてはいないよね。ライブが終わったら思い切って告白してみようかな。ともちゃん、おはよう。あ、おはよう。ねえ、中野さんと何話してたの？この頃なんかいい感じよね。もしかして付き合ってるの？違うわよ。でも好きなんでしょ？顔に出ちゃってるよ。うん、ともちゃん真面目で恋愛とか奥手っぽいものね。私協力してあげる。え？やめてよ、協力なんていらないわ。でもいつも助けてもらってるから、お礼に協力してあげたいの。やめてって言ってるでしょ。プライベートに踏み込まないで、余計なことはしないで、迷惑よ。わかったわよ。それなのに。ねえ、ともちゃん、中野さんと年末ライブに行く約束してるでしょ。悪いけどそれなしにしてくれる？え？ごめんね、私彼と付き合ってるの。え？もともと彼の当てたチケットだし、彼女と行くのが普通でしょ。何を言ってるの？彼のこと気になっちゃって話してみたら、私も好きになっちゃって。でもともちゃんと付き合ってたわけじゃないし、彼が私を選んだんだから仕方ないよね。そうね。でもあなたを友人とも思えない。もう私に関わらないで。その後彼女は妊娠、結婚退社することになりました。結婚式なんか出るわけないじゃない。招待状を送りつけてどういうつもり？いつもいつも私の真似をして好きな人まで横取りするなんて悔しい。大事なものを奪われる気持ちを思い知らせてやりたい。
彼女への仕返しの機会を伺い、中野さん、ん？桃花元気ですか？あ、妊娠中で体がだるいと言ってろくに家事もできないみたいでね、夕食を作ってない日もあるよ。なんだか帰ってもくつろげなくて、今日もろくな飯ないかも。それじゃあ気晴らしに食事にでも行きませんか？彼を誘惑してみました。あの、今更だけどライブの約束破ってすみません。僕が誘ったのに。いえ、でもどうして桃花と付き合うことになったんですか？なんだか意外で。相談があると言われて飲みに誘われて、酔った勢いもあって、子供もできちゃったし責任は取らないとね。そんなことだと思ったわ。結婚式出られなくてすみません。私、中野さんが好きだったんです。だから辛くて。もし桃花より先に告白していたら、私ではダメでしたか？あ、いや、本当は僕も気になっていました。今からじゃ遅いですか？せめて一度だけでも。あの、先にシャワーを。私初めてで緊張しちゃって。あ、じゃあお先に。こんなに簡単に誘えるなんて、桃花が知ったらどう思うかな。お待たせ。え？ごめんなさい、やっぱり不倫はできません。新婚で妻が妊娠中に浮気しようとするなんて幻滅しました。そもそも浮気するような人は無理です。え、な、ちょ、じゃ あ、 あ、やっぱりあの噂は本当だったみたいね。数日前、中野さんの前の会社に知人がいて聞いたんだけどね、あの人女性関係で揉めて転職したらしいよ。誠実そうに見えて女にだらしない人みたい。そんな噂を聞いて彼を試してみた。桃花、あなたが横取りした男、なかなかのクズみたいよ。その後も、私、中野さんが女の子とホテル入るの見ちゃった。うわ、結婚しても変わらないんだ。桃花、苦労するんじゃない？また会社辞めることにならないといいけど、既婚者の不倫はまずいよ。そんな噂がちらほら。本当に、彼と付き合ったりしなくてよかった。彼女が結婚退職して、関わらずに済むし、彼のことだけは真似して横取りしてくれて、ありがとう、かな。